ていっていっていって、そこ避ける。出た。ターゲット、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 ほら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 。おっそすー、百英雄伝ライジング、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、いよいよラストクエストになるんじゃないかなとちょっと思ってはいるんですけど、広場の芝に修理完了を報告。これをやるともう戻ることができないって前回出てきたのよね。芝、この先進むと町へ戻れなくなります。道しるべもありません。こうなるとクエストがさ、サブクエストがもうやっぱ出てこへんよね。でもブラックカードがまだ満タンになるまで結構あるんですよ。しかし依頼事がないとなると満タンにすることができない。でもまだ防具を買ったりとかはできるのよね。ここがちょっと気になっております。経験チャップ、ちょっと気になるので、新しくちょっとクエストが出てくるかはわからないんですけど、ちょっと今まで行ったところ、レベルアップ、もう一回探索というか、まあ適当に素材集めてお金をとりあえずボコボコ集めてみようかなという、そんな感じをちょっとやってみようかなと思います。スタンプが今133個、260個まで集められるようになってるみたいなのでね。ってことで、ちょっと適当にレベル上げ&お金集めの旅やってみます。さあさあ、少しレベル上げつつ素材を売ったりとかして5万円ほどお金を手に入れましたよ。これでちょっとはいろいろ上げれるかな。結局でもレベルを上げたところでほんまに クエスト新しいのとかは特に出てこなかったな。デスデスマックス、よし。防具は買える、買う、お前も買う。お、実績解除、マックス防具コレクターってことは防具もこれでマックスかな。やどうや、ゴーリキの湯とか泊まっとこか。レベル4がある。ほらこんだけ準備すれば大丈夫ちゃいます？ラストダンジョン攻めても。窓カバン、アイテム多めに。はい、いたれいたれ。 OK、 ルーンが氷のルーンとかはレベル3あるね。火もある、雷もある、全部あるやん。そんなに無理してかまんでもええかな。
うん、いいでしょう。メンズ工房で、レベルアップ。これで全員レベル3は一応装備できるようになったしな。オッケー。交換。とりあえず、いろいろ買ったし大丈夫かな、ここも。で、質屋は、先ほどいろいろ売らせていただきました。で、この辺手に入れようと思ったら、この辺は大事。はい、はい。サンダーバードの卵いいのか。だだーん、実績解除。とりあえず、いいでしょう。アクセサリーもまあ別に、こんな感じでいいんじゃないですか。一通り上げたし、あとは鍛冶屋で適当に鍛えれば。どこまで強化できんやろこれ。まだいける。まだいける。これでマックスかな。20までいきました。ははーはは。はいはいはい。まだいける。いったれ。お前もいったれ。これで攻撃力は多分マックスです。で、防御もとりあえずこれで。でもまだ10やで。お金がある分はある程度みんな防御力も上げとこう。もうちょっとレベル上げと素材集めしといたらよかったかな。こんだけあれば OK じゃないですか。バッチリでしょ。カツカレー食っていこうか。CJ。記念にな。これでラストダンジョンいけるでしょう。クリアしてからスタンプは出てくるのかな、新しいの。ってことで、この先へ進むと街へ戻れなくなります。道しるべもありません。行きますよ。セーブだけしとこう。それしとかな怖いわ。よし、これでセーブ下のところ OK です。もうこれでやり残したことは多分大丈夫だと思います。いきます。 GO です。それじゃ芝、この歯車をつけて時計塔を直してくれ。うむ、でかいの手伝い任せろ。よし、でかいの、次はこの巻き上げ機で、あれは結局なんて読むんだい。せーの、動いた。これで、結構きついな。そうじゃろう。両方とも時計の動きと鐘の音に合わせて少しずつ下がっていき、4日でそこに着く。4日ごとにこいつで巻き上げんといっかかんのた。マジ4日も。慌てるな。星点検用のレバーを倒せばすぐそこまでいける。いけんのかい。早くそっちの打鍵用乗れ。はい、あとはこのレバーを通すだけだ。気をつけろよ CJ。 友達に何かあったら困る。下に行くだけ。一人で行くの。ズーン。
保守点検で降りてきました。うん、レンズをはめるゴミと仕掛け、あ、またあれやるのか。友達の命がかかってるんだ、生き返ってくれ。あ、来た。あとはこの仕掛けを解けば。あれ、よし待ってろクソったれ魔法人。あれ、そこ俺がパズルするわけじゃないの。で、ぬわー、あれ、ジジイもなんで芝まで。そうか、芝もメインヒルの近くにいたからやってもてるやん。大丈夫か、おじいちゃん。なんだ今のは。ごめん、メインヒルの近くにいたから芝も巻き込まれちゃったんだ。気づくべきだった。そういうことか。減った寿命の分、激渋な漆黒を補充すれば卵で何度かなるもんですか。これがルーの遺跡。元気やな、急に。お前たち、いつもこんな興味深いところをうろつき回っとったのか。ずるい。なんや、急に。ずいぶん言うこと変わったな。手のひら返し、鮮やかすぎんだろ。まあ、目の当たりにすれば無理もないが、それにしても鮮やかだ。で、このじいさん足手まといなんていうレベルじゃねえぞ。そんなこと言ったって返してやりたくてもメンヒルもないぞ。連れて行くしかないだろ。マジか、ジジイは乗り気。クエストクリア。でもう戻ることはできないのよね。メインクエスト30、元凶。魔導士の研究所探索。はあ、なんか残像出るようになった。お前は？はあ。はい、よし、行きましょう。あ、ここは来たとこ、あれどこか。なんだここは。いや、でも本が転がってないな。芝、あまり周りのものに不用意に触らないでくれ。前に見た部屋に似てる。似てるだけか。お、ローレンズ見っけ。なんだこりゃ、色が褪せてるし光もしねえ。不良品か。ああ、魔力が抜けてる。父様、ダクシャ、なんと本当に生きておったか。いや、幻でしょ。巨大魔導レンズ。あれ、親父が不肥。ああ、もう心ここにあらず。遺跡に救う魔物どもから集めたローレンズでだいぶ魔力の充填ができた。不肥言うてるやん、もう。これでローレンズの遠征魔法を大幅に強化できる。今は死が作ったネバーに住み着いとる虫けらどもは昔の家畜に比べればビビたる魔力しか宿しておらん。あれ、これ魂はあの魔導士のままってことか。ああ、虫けら全員分のローレンズが手に入れば、その魔力で時を遡り、ルーンの遺跡の謎を解き明かすことができるはず。一度で足りねば、また虫が住み着くのを待てばよい。甘い水を垂らしたカゴを作っておけば虫は勝手に集まる。いいひひ、ああ、その笑い方。なんでこのダンスをする。おおほやーは。あ、踊りがちょっと早くなりました。ダメですわ。どうしたというのだ、ダクシャ。虫けら全員分のローレンズって言ったか。あれが誰かようやくわかった。あいつはあの巨大魔導レンズで魔法陣を強化して町のみんなに遺跡の祝福をかけるつもりだ。ああ、怒り野郎が舐めやがって、そんなことさせるかよ。で、もはやあれを父様とは思わぬ。あれは私の町にあだなす邪悪な魔導士。この手で滅する、跡形もなく。奴が強化した錬成魔法発動させる前に魔法陣を探し出して破壊しよう。邪魔する奴は何人たりとも容赦するな。たとえ誰の顔をしていようと切り伏せろ。言うねえ。ああ、お
前の敵を俺がまとめてぶった切ってやる。大丈夫か？ああ、父さんも見つけてくれた。感謝してもしきれない。ありがとう。いいんかな？ああ、もう少し力を貸してくれないか。私が立ったまま父様の魂を楽にしてやれるように。もちろん、蹴りをつけよう、いいじゃん。親父がラスボスかい？あ、いきなり出てくる？お？ん？ん？なんかちょっと偉そうなやつもいるな。盗賊の親分か？レンズ盗賊だ。逃げ出したんじゃなかったのか？お、ちゃんと顔がある。連絡が届いて久しいのでな。わざわざ私自ら手向いてやったぞ。巨大魔導レンズはこの先にあるのだな、ガール。おや？おや？おや？帝国の犬だ。俺もな。ああ。だから、あの時、盗賊にちょっと話すだけで、あいつら帰ったってことか。あの方の遠大な計画への協力ご苦労だった小娘ども。だがもう用済みだ。この遺跡に転がるムクロの跡を追うがいい。ガル。ね、貴様が父様と密約を交わしたヒュースバイン。こいつか。税も納めず他国で盗賊の真似事とは帝国貴族の使いが聞いて呆れる。ああ、主ともども。ああ、銀次も礼儀も持ち合わせていないようだな。恥を知れ俗物。なんだと？他人の尻馬に乗って横からかすめ取ろうなんて、いかにもお高く止まった貴族の考えそうなこった。宝が欲しけりゃ初めから自分で取りに行きな。この寄生虫めっちゃ言うやん。言わしておけば未開人のアバズレ目がガル、この野蛮人ども切り捨てろ。どうすんのガル？どうしたなり損ない。死んだ妻と同じ不治の病に侵された娘のために金が必要なのだろう。ああ、そういうことか。ガル、ああ、傭兵ってことやね。その二人を始末し、巨大魔導レンズをここへ持ってきたら褒美をくれてやる。わしはシバ、従わぬなら娘は病でなく剣で死ぬことになるぞ。キャンキャンうるせえんだよ、犬っころ。やってみろ。ああ、カンガルーが、犬っころって言った。その生クロがラビーに届く前にてめえの首が飼い主に届くだけだ。あら、寝返った、ガル。おーおーおおおドゥーン。俺最強やぞ。ズンズン。あれ、うい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 。レベルマックスまで上げたぞ、俺。勝てると思ってんのか。何それ。はいはいはい。ほら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 、どうした。はい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 、痛い。いや、ちょいちょい避けようなこいつ。でもいいの、こんな端っこで。端っこでやられちゃうよお前。もうちょっと画面の真ん中行きたくはないかい。どうじゃ、ほらほらほら、甘い、ほら甘い、当たる、さっさっさ、あ、弱い。あ、変身とかしてみろよ。うんふん、うひょー。なり損ないごときが。続きはあの世で吠えな。お、く、まぶしい。あら、太陽拳逃がしたか。ガルー、これでよかったのか。ああ、俺の娘が生き延びてお前らや町の子供たちが死んでいい道理はねえ。こうなったらさっさと蹴りをつけてラビーをこの町へ連れてくるだけだ。はあ、すぐに空き家を手配しよう。
ニューネバーは新たな友人親子を待ちわけて歓迎する。わしの息子が持っとる他の菓子屋を使え。孫のプリアも新しい友達ができて喜ぶだろう。そこ？すまねえな。ラビーは肺が悪いんだ。ここは空気もうまいし温泉もある。せめて残り少ない余生くらい心休まる場所で一緒にいてやりて。病気治せないのか？医者はもう手遅れだとよ。もってあと数年。ああ。だからこんな家業から足を洗って最後まで一緒にいてやるためにまとまった金が欲しかった。なるほどね。騙しで悪かったな。気にするな。お前がいてくれなかったら私たちはあっさり殺されていたかもしれない。いや、それはない。それはないよ。あ、町の人口もう一人増えていいかな。私もこの町が気に入ったんだ。もちろんだ。友達を追い出すバカはいない。一度にこんなに友達ができて嬉しいよ。なんか急に仲良くなったのがすげえ違和感なんですけど。ああ、魔法陣壊しに行こう。行けんのか？わしはじいさんもお友達だ。よし、じじい、じじいのせいでちょっと空気が空気が乱れた。あ、決戦、魔法陣を探す。奥でいいのよね。こうすると、ああ、こっちでいいよな。はいはいはい。あ、宝箱がまだある。ヒルポーション、回復しといてあげようか。いっぱいあるで。いっぱい買い込んできたからな俺。ここが最深部。はあ。扉の向こうから膨大な魔力の流れを感じる。間違いない。魔法陣はこの先。いよいよ。突っ込む前に武器と持ち物を確認しとけよ。年寄りがついていっても足手まといになるだけ。わしはここで待っておる。必ず生きて帰れ。お子供たちを。置いてって大丈夫？逆に心配なんですけど。おじい。あチェックしろって言われても、あ、レベル3つけとこうか。それぐらい。前は火でいこうか。でレベル2を防御につけといて、前は雷に変えておこう。 OK、 これでいけるでしょう。うん、で、こういや、ちょっと広なりましたぞ。あ、ずっとこのダンスをする。おい偽町長、うまくバスケたつもりだろうが、お前が誰かを見通し、さっさと正体を現しやがれ。ウヒってまた言うんじゃないの。あ、いいっしょ。そいつらを止めておくれ。あれ、父さんは町を救おうとしているのだ。頼む、父さんを信じてくれ。ああ、そういうこともできるのか。おおお、あ、ドゥンドゥンドゥン、ガフ、黙れ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 、けど、あ、ボンボンボン。あら、下道はどちらだ。よくも父親をここまで打ち据えられるものよ。見よ、体中の炎が降りよったわ。この体は正真正銘お前の父のもの。あ、ほんまや、腕がポキッと今折れてた。もっとも見つけた時はとうに抜け殻、腐り始めておったかな。マジか。ああ、お前、あ、良いのか。これ以上打ってもこの体が傷つくだけ。我は痛くもかゆくもない。あー、弱者だったものがまためっちゃ笑てます。あ、いいじゃん、行っちゃう。ドゥーン、下棒。私の覚悟は決まっている。構うな、やれ。虫けらも知恵をつけたか。
やはり話し飼いは危険だな。よかろう、収穫には早いが遊んでやる。ああ、まずはお前を解体し、臓腑からローレンズを抜き取ってくれるわ。ヒシャハー。新しいの出た、ヒシャハー。ああ、変身？変身ちゃう？おお、まだ変身しない。ふいふい。お、魔法陣に今なんか吸い寄せられたぞ。ふんふんふん。やるじゃない。何その新しい攻撃。あ、ちょっとメンバーチェンジができない。ここあの状態以上やばいな。えい、おら、どうじゃ。イーシャの雷と効くやろがい。何これ、ガルーでやると見た。回転最大。やばい、それは当たりません。それも避けます。やめて、メンバーチェンジできたいのが痛い、痛いです。ここ、よし、よし、はい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 、ええ、ほとんど CJ と EJ やけどな。うん、こっち全然食らってないぞお前。どうした、どうした、どうした、ダクシャー、ヒシャハー。ははん、グラバ。はあ、仇は取りました。はあ、ヒシャハにグラバです。フヒ。あ、まだ野郎まだ生きてるぞ。ああ、面白い。殺戮がこんなに楽しいと思ったのは300年ぶり。300年も、わあすごい。なんだ、奴の魔力がどんどん桁違いに膨らんでいく。家畜目に肉体を滅ぼされこのようなゲートもできるようになったわ。ふひひ、奴め、まさか己の抜根術で我がこのような力を得るとは思いもせなんだろう。この遺跡で死んだ者どもよ、我に集え。我が一部となり無念と、ああ、妬み、何み、恨みを存分に解き放つがよい。ヒシャハ。何これ。なんかちょっと足が出てる。インサイドに出てきたやつみたいになってる。ああ、手足のねじ切り、臓腑を撒き散らしてくるよ。それでも死ねぬ。うぬらも我の一部となれい。はあ、めっちゃ希少なった。あドゥーン。ああ、なんか降りてきた。ここ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 、一応攻撃は当たるぞ。うんうんうん、よいっす。何やこれ、痛い。どこどこな、ターゲット、あ、これか。はっ、えいえい。あ、ガードされた。ガードが今あの間に壊れたってことかな。うわー、一歩過ぎた。ちょっとちょっとちょっとちょ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 、ガル死亡。でも回復できるもの。あ、ここ安全。はい、あ、安全ちゃうんかい。あ、なんか危な。ていていてい、うわ、そこ避ける。出た、ターゲット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 、ほら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 。画面メタメタじゃ。あれあれ、終わっちゃった。ゴバー。あれ、強すぎた俺。家畜にも劣る虫けらに我が、我が、我を滅ぼそうとしても我の魔法は滅びん。この魔法陣は決して消えぬ。
ネバーに足を踏み入れし者は未来永劫我の家畜。アドゥーン、しつけんだよ。あ、CJも。そして医者、いっけー、消えて長くなれ。ベジータが言うセリフ。はあ、我の時が止まる。これが死。うわあ。はあ。はあ。汚ねえ花火でした。あら。ダクシャは、さすがに無理じゃないかな。お、魔法陣が止まらない。うん、殴って何とかなるもの。止まれ。ええ、まあでも300年動いてたんでしょ。うん、お、魔導レンズだ。巨大魔導レンズを壊そう。魔法陣への魔力への供給を断つんだ。どれ、でもあれはお前が探し求めてやったからじゃないか。いや、それはもういいでしょ。お宝なら、もう見つけた。まさか、友達って言うんちゃうやろな。医者ガルー、町のみんな、ニューネバーの町、全部が私の宝。ああ、ちょっと、俺が考えたよりも大きかった。こんなでっかい宝は一族の誰も見つけちゃいない。やろう、医者ガルー。納得してくれる、お前の家族。成人の儀。それで、納得してもらえます？はあ、おお。はあ、あら、数週間後。はあ、ガルーはラビーを助け出せただろうか。あれ、あいつお宝の居場所も教えず一人で行方をくらましやがって。宝探しに私を置いていくなんてありえないっての。そう怒るな、きっとラビーと二人で無事に戻ってくるさ。当たり前だ、出なきゃ許さん。うん、そういえば隊長はどうなんだ。ああ、そっか、魔法陣が壊れても体の中にあるローレンズは消えなかった。医者や呪い、獣医って読むんかいにも見せたが、真の像と癒着している。そんなのが分かる医者が逆にすごない。その時が来るまでには長女としてこの町のために尽くすつもり。やっぱりじゃあ短命のままなのかい。あ、次の獲物を決めた。私と一緒にローレンズを消す方法を探しに行こう。町の財政は軌道に乗ったんだし、後のことは芝や極東に任せればいい。ちょっと待って、今更やけど芝とか極東ってさ、この名前幻想水庫でも出てきてた。名前だけ。なんか今ちょっと今更ふと思ったけど、ああ、ラビーの病気を治す方法も医者の命をつなぐ方法も必ず見つけてやる。だから一緒に行こう。ああ、友と過ごす時間は確かにかけがえのない宝だな。外の世界も見てみたい。わかった。一緒に行こう。だが自分の宝は自分で見つける。お前にばかり頼りはしない。上等だ。キャッキャッキャ。よう、お二人さん。長女に聞きたいことがあるんだ。町へ来た行商人から手紙を預かったんだが、クラウンジュエルってヘンテコリンな名前のやつ、どこにいるか知らないか。ん、どうした。ババ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 カ、大声でその名前を言うな。ん、あ、まさか CJ ってクラウンジュエル。あら、そうなんや。あら、いや、失敬、スカベンジャーらしくてキラキラしたいい名前だな。一度聞いたら絶対忘れないぜ、クラウンジュエルちゃんか。ガルーには言うなよ、言ったら殺す。はあ、CJ、 我が一族には代々生まれた子供に財宝に関係した名前をつけるっていうしきたりがあるんだ。
だから差出人がゴールドディガー。ああ、金鉱掘りから王冠の宝石。ああ、訳してくれてる。そこへの手紙なんて何の冗談かと思ったぜ。ゴールドディガー。親父様、これが成人の儀で私が見つけた宝だって。手紙と一緒にスタンプカードを実家へ送った。あら、これはきっとその返事。親愛なるクラウンジュエルへ、まずはじめにお前に謝らなきゃならないことがある。俺が成人の儀で見つけた宝だと言って見せたローレンズは代々一族に伝わる偽物。ほう、まあそう怒るな怒ってるの前提で手紙書いてる。成人の儀の真意は宝探しの試練を通して本当に価値のある宝が何かを見出すことにある。俺が成人の儀で見つけた本当の宝はお前の母さんと母さんのうちに宿ったお前おい、おいおいお前の宝を見たよ。お前は俺よりはるかにでかい宝を手に入れたようだ。さすがは我が娘、気が向いたらいつでも帰ってこい。どんなに離れていてもお前は俺のかけがえのない宝物。自慢の娘の凱旋を楽しみに待っているよ。愛を込めて、ゴールドディガー。なんか臭い感じで終わってますけど、ああクリアでございます。あらら、一応まあこれが100英雄伝前日譚っていうことにはなるので、2023年発売の百英雄伝のお話にここからつながっていくっていうことになるのかな。あー、まあ結構ね、幻想水滸伝っぽい雰囲気はすごい感じれた作品でしたので、アクション RPG ではありましたけど、2023年発売される百英雄伝本ちゃんは普通に RPG なんでね、仲間がまあおそらく100人はいるんでしょう。幻想水滸伝でも108人仲間を集めることができて、でもその仲間もうまくちゃんとプレイしないと108人全員仲間することできないんでね、その辺含めて結構攻略本的な、何やったら108人の生い立ちをそれぞれ説明したすげえ分厚い本なんかも買って、ああいろいろ108人の過去とかを本を読んでじっくりどっぷり話に使っていたもんでございますが、百英雄でもまたそんな作品になるんでしょうか。あー、どこまで2023年の百英雄伝に同じキャラが出てくるんでしょうかね。まあ、大体主要キャラは多分百英雄伝にでも会えるんじゃないでしょうか。気になるのは主人公は別なんでね、この CJ ガルーイーシャ、どんな形でまた出会えるんでしょうか。楽しみにしたいと思います。ああ、とりあえずクリア。これでまたクリア後のなんかやり込み要素とかあるんでしょうか。スタンプカードまだ全部溜まってなかったよ。おお、お、原初の魔導レンズは確保はできなかったと。ヒュースバイン、は、面目次第もございません。対抗閣下、魔導レンズ、ローレンズの確保はできました。原初のレンズと思われる巨大魔導レンズは破壊、魔法陣になった部屋もレンズの破壊による魔力の解放で崩壊、集った冒険者どもの中に侮れぬ者が数名おり、かのような次第に申し訳ございません。
な、太鼓と呼ばれた男。お前に期待しすぎたようだな。この雪辱は必ず下がれ。閣下、ぜひ私めに。ヒュースバイン。は。己にではなく私に忠を尽くすのだな。まあ、下がれ。は。いまだ世は私の思うがままとはいかぬか。だがいずれはな。あ、クリティカルマスターを入手した。パーフェクトラック。クリアデータをセーブします。ロードするとデータを引き継いで最後の戦いの前からプレイ。やっぱりな。最後のやり込みがこっからまだできますよってことですな。あー、タイトル返ってきました。うん、ということで百英雄伝ライジング、とりあえずクリアでございますね。ちょっと続きからってやってみようか。クリア済み、これか。ゲームの難易度設定でハードが選択可能になりました。ハードモードに設定しますか。あ、ゲーム内でも拠点で変更が。ハードモードに設定しました。帰ってきた。ブラックカードの数はスタンプあの時のままやね。これで掲示板、うわー増えている。あー、これでじゃあ全部カード大量にあるやつ全部完了したら、あー、なんか交換屋でいろいろできたよね。2番街やったっけ。最終的にはリンクアタックとかそういう系が確かクールダウンなしでできるとかそういう感じだったよね。パーフェクトラックとクリティカルマスターはでも確か俺取ってたよね今さっき。最終的には永遠の絆、リンクアタック回数無制限。敵が死ぬまで一生リンクアタックできるってことか。クールダウンじゃなくて回数が無制限ってことか。今まで5回くらいしかリンクアタック最大でできなかったけど、それが無制限できるってことなんかな。やべえ感じでございます。ああ、じゃあとりあえず百英雄伝ライジングクリアをいたしましたので、ああ、こっからの続きはまた2023年発売の百英雄伝で主人公わかりますけど、そこで楽しめたらいいんじゃないかなと思っております。いやー、ああ、なかなかにこっちのライジングはお使いばっかりさせられましたけど、なんやったらクリアしてからもまだやり込み要素でたっぷりお使いができる感じのゲームでございましたが、ああ、いろんなキャラのね、また生い立ちとかそういうの含めてシナリオを楽しみに、ああ、できたらいいかなと思っております。ということでライジングはこれで終わります。ということでご視聴ありがとうございました。また何かしら別の動画でお会いしましょう。それではまた。よろしくどうぞ。